こんにちは、木下ゆかのゆるちゃんです。今日はですね、これじゃん、紀州梅トマト。これもセブンイレブンで買ったんですけど、梅トマト凍らせたら美味しいらしいです。でも凍らせません。トマトに梅の味がついてるんですね、これはね。原材料一番トマトが多いですね。トマト、砂糖、植物油脂みたいな順番で、乳糖と続いて梅酒、梅酢、梅酢で、エキスパウダー、食塩、梅肉パウダー、カッコ紀州産、はいみたいな感じで続いてます。知ってますか、原材料名って一番多いのが一番前に書いてあるんですよ。で、順々に少ないものになっていくから、これはトマトが一番使われてる。中身はね、じゃん、こんな感じ。あれですね、琥珀みたい。うん、うん、私はこういう味好きです。トマトに甘い砂糖みたいのがコーティングしてあって、で、梅のしょっぱさもありますね。私こういう味好きなんですよ。好きだな。はい。一袋でカロリーは105キロカロリーです。結構大粒ですよね。大粒。こう。ドライフルーツみたいな歯ごたえかな。でもマンゴーとかよりも歯ごたえ硬くなくて、あれだね、パイみたいな、パイのドライフルーツと歯ごたえは一緒。うん、おいしい。みんなも梅が好きな人は食べてみて。バイバイ。